どうも皆さんこんにちは、さくらなびです。お久しお久し何に対してということですね。まあ今回はリーパーを使っていこうかなって、まあ、結構発売からわりかしね時間が経ったこのゲームなんですけど、まあそれでもまだどんなキャラがっていうのをねよく分かってない、このゲームについてそう分かってないなんて人もね多いのではないかなと考えたら、このちっちゃいおつめでね。だからまあいろんなキャラクター、俺は多分まあプロゲーマーほどではないけど、そんなに扱えないってことでもないと思うので、適当なねシンプルなプレイングの一環としてちょっと参考にしてもらえたらなということで、今日がねいろんなキャラクターの動画を撮れたらなと。まあそんな話をしているうちにね、ちょっとエイム鳴らしをせずにね、今リーパー来てるんでちょっとわかんないです。リーパーはね基本エイムがいらないんで、近距離でショットガン打っていいだけだからって考えると、まあ難しくはない。ただ立ち回りかなとは思うかも。おお、立ち回りかなとか、あとまあ味方の構成でねすごく強い弱いも決まってくるかなと。あとちょっと言い訳なんですけど、喋りながら難しいっすね、久しぶりにやるとこのゲーム。あ、ちょ、モイラ借りたい、モイラ借りたい。あ、メガネがないから全然敵は見えないなんてこともね、ちょっと言い訳をいろいろ作っていこうかなと。ルームヒットどこ行ったの、ルームヒットどこ行った。あ、ゲージ入ってきた。ゲンジは倒します、ゲンジは俺が倒します。ちょっと後ろ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 、ドゥームは倒せる。あー、ドゥーム倒せ。ただドゥームやれそう、すごくやれそう。これ結構ね近づいちゃっていい、こいつは基本もうこれぐらいの距離で死ぬ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 んですけど、びっくりした。こういうねちょっとした敵に上に登っちゃおうと。バジス行きたい、ヒーラーを倒して。あー、これダメだわ、帰ろう。あ、これはこれダメだ、これいった。お前マジかよ、あぶねっ。サンキューサンキューヒール、これ入れるかな、トレーサーが。あー、入れないか。まあ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 いいでしょう、結構はちゃめちゃにプレイしてる割にはまあまあいいでしょう。一応ね、リーパーは、痛い痛い痛い、リーパーはね、ヒーラーとか、DPS とか、ダメージとか、そこら辺のキャラクターを狩るのに結構適してる。まあ、あと、まあ、ドゥンフィストとかもそうだけど、タンクも結構適性があります。シグマとかね、こいつ結構簡単に狩れる。で、このキャラのね、魅力はやっぱこれ！あ、くそ、全然狩れなかった。まあまあ、今のは結構雑な使い方だけど。結構リーパーのウルトはね状況をひっくり返しがちなので、この使い方は良くない、ね、今日攻められてるとか逆に攻めるときとかそういうときに使ってやるのが一番いいと思います。あとね、今リーパーのウルトにねザリアのシールドをかぶせてくれたんですけど、別に無敵ってわけじゃないのね、このウルト自体がそこまでね無限に強いってわけではない。ただ結構な火力出るし、普通に。待て待て待て、誰が倒すあれ。まあ、穴が倒すか、あれ。ちょ、待て、どこ、アフターショック。あー、めんどくせえ。おいおい、マジかよ、グッド、最高だね。いや、こいつ倒せる、こいつ倒せる、よし。あー、ディフェンスパトリックもやれそうなんだけど。あー、帰るか、これ。入れるか、これ。うわ、最悪だ、マジかよ。あれ、やばいな。バティスタやりたいのよな、これが。結構体力低いキャラクターは。あー、まずいって。あ、クソ早い。あ、行きます、ナイス攻撃、最高。うぃ、ナイスで、上に行って倒したい、こいつを。ちょ、誰か頼む、俺は無理だ。危ねえ、サンキュー。あとザリアが合わせてくれたんで、ウルトに。それが結構嬉しかったな。レイスでリロードして、こいつだけでもやろうかなと思ったんですけど、無理でした。は？あー、来い。来るなら来い。早く来い。あいつどうに来る？反対にぶち込みやがった。あー、これダメか、俺。ちょっと敵うまくない？まあ、こっから勝つのが一番かっこいいんでね、上に逃げます。は？危ね。
まあ、ヒール頼む誰か。サンキュー。ちなみに俺回復を頼むとありがとうだけはね、誰にも負けない速度でチャットをすることができます。これ俺の自慢です。面接官にもこれで話をとかがあります。あー、もうやらそう、もうやらそう。くっそ、ふざけんな。締めいける、締めいける、締めいける。あー、いいね。バティスタはね、最悪なんか立ち向かえられて負ける気がするから、モイラを倒したいな。倒せんな、これ。引くか、もう無理。結局ね、このキャラやっぱ引き際がすごい大切かななんて思ってます。3分あるから、まあウルトを温存しておこう。2分ぐらいで使うと結構相手が困る。だからちょっと俺はいつでも撃てるように死んじゃダメだね。決定打になりかねないウルトだから俺が持ってるのは。ちょっとドゥーマ無視だな。現地を倒したい。突っ込んできたらめんどくさいし、全然痛くないよ、ドゥンフィスト。一旦上に登ろう。あー、こいつ倒したい。あぶね、ナイス回復、最高。このキツネに合わせていきたいんだけど、あ、マジか。普通にダメージ食らってしまった。なんかコンカッションマインが気になるんで、よし、こうして。あー、まずいのこれ。味方と敵のウルト合わせだ。まあ俺のウルトやっぱまだ使っちゃダメだな。ここ抑えたい、できれば。こんだけウルト使ってんだから抑えたい。あー、めんどくせえな、無敵シールド。よし、即リロードして。あぶね。いや、いいよいいよ、抑えれてる抑えれてる。お、うまいうまいうまい、ガチでうまい。お、2分くらいまで耐えたね。いいね、いいチームだ。で、まあ最悪ここにぶっ飛んでね、リーバーのウルトを打ち込みたいからなんて思ってるんだけど、マルチに移動するか。相手リーパー出た、めんどくせえ。ゲンジとかも気になるし、相手にウルトを打たせてくるんじゃないかってね、不安がられる、不安がらせるだけでも結構強い。リーパーはあいつ上にいるから気をつけないとな。あとリーパーやっぱね、この位置取りによって、まあ、ショットガンのダメージはうんかすぐらいのダメージではあるんだけど、上にいるっていうビビらせをね、相手に与えるの結構重要かななんて思います。やば、相手のメドストライクが決定打にならなかったらいいんだけど、1人減った、1人落とした。まあまあ、じゃあ大丈夫かな。あ、ウィドウいる、めんどくせえ。ウィドウ倒しちゃいまーす。レッソー黙ってるよね。あ、ぶれ。無茶した。味方、そう、リーパー味方のヒーラーが本当に頼り。ウィドウ倒しに行きます。よし。まあ、これができるのもいいことだよな。あとラインハルトも裏取っちゃえばね、こいつ渋滞でかいんでめちゃめちゃダメージが出るんで、やっぱすごい渋滞でかいやつにやっぱすごい特攻があるかなって思ってます。まあ、低いやつもね、低いやつで頭に当てちまえば全然いいんで。よし、ウルトが溜まってる。もうそろそろ一発撃ってもいいな。溜めすぎてもなんか次のウルトの話とこう見失いそうで。バスティオン出た、ラッキー。まあ一人落ちたあたりにしようかな、ウルトは。ちょっとまだ使うのはもったいないかもしれない。ああ、もう使うわ。はい、来たー、うぃー、ナイスー。休憩します。これプレイオブザゲームだったらエモートまで映るっていうね、俺の完璧な、ありがとう。いや、でも1分か、ちょっと待ってもよかったな。まあ最後最終溜まるだろうと思って使っちゃったんだけど、まあオーバータイムの頃に溜まってたらすごくいいかなって感じ。アッシュがめんどくさいな。俺の体力的になんかもう削られるかも。出したら。ナインハルトやりたい。ナイスー、いいね。いいね。いいね。最高。急になんか強くなり始めたぞ。やっぱね、ハリウッドこっからなのよ。ここ結局。で、ウルト 50% か。まあオーバータイム来たら多分溜まるだろう。みたいな感じかな。あ、いい溶岩の場所だな。ちょちょちょ、何ここ、何ここ、何ここ、フィーバー、フィーバー、フィーバーフィーバーなんだけど、ここ、何ここ。あー、こいつ回復玉起きやがった。いや、最悪大丈夫。ナイスキリコ。どうなってる、あれ、何これ。うわ、いたいたいた、敵がいねえと思ったら、ええ、勝ち、え、やった、どうも。いや、いや、12000、結構やってるだろ俺これ。頑張ったよこの試合。推奨しておきましょう、ヒーラー。は、俺じゃねえの。俺じゃねえの。そうでしょ。
いやでもザリアもうまかったね。いやここか、なるほどね、ザリアの方が頑張ってたか俺より。いやーってことでね、まあ、プレイオブズゲームは取れなかったけど、まあ、リーパーは基本こういう立ち回りでいいのかなと思います。まあ、参考にしてというか、やっぱうざいとこ取ってタンクアーマー後ろから撃っちゃってなんていう戦い方がやっぱ一番ね、すごくいいと思います、ね、ということでね、リーパーもみんなね、すごく簡単なキャラクターでね、次のシーズンすごく強くなるみたいな、アップデート後強くなるんじゃないかみたいな話もあるので、ぜひリーパーを練習してみてください。ソジョンなんかよりエイムいらないし、やっぱ結局敵の裏取っちゃってワンマン撃って、あとウルトラ派手さの気持ちよさもあるので、プレイオズゲームいっぱい取れるからね、自分の自己肯定感も上がりますので、ぜひリーパーを使ってみてください。それではまあ、また来週あたりでも